こんにちは、ビデオオプション切り抜きチャンネル V オプトスピードです。当チャンネルはビデオオプションの迫力ある走行シーンや面白シーンを切り抜いています。いろんなテーマ、いろんな切り口で日々動画を投稿していますので、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。また、投稿者の X、旧 Twitter もよろしくお願いします。今回はキング特集よ。王様。まさにビデオオプションの王にふさわしいラインナップよ。キングといえばやっぱりドリキンですね。それだけじゃないわ。峠の魔王、デーモンキング、最速の称号、スピードキング、とことんやかましい、ガナリキング。ガナリキング。とにかくこれを見ればビデオオプションの王を堪能できるわ。楽しみです。それではどうぞ。マオゴ、これはラジアル専用車両として開発してる、まあ、こういうステージに合うかなという、はい、車です。スペック5っていうポートですね。それにこれはギャレットの最新タービンですね。 GTX の 3584RS というタービンを使っています。出力が 1.25 の時で555です。ラジアルの場合はラジアルに合わせ込んだバネレーと減衰の設定なんですけど、よりしなやかに動きます。ロールスピードは速くないんですけど、ロール量は多いです。スピード速いと挙動の乱れがありますから、ロールはするんですけど、ロールスピードはゆっくり。足回りの良さにびっくり。これサーキットでも速い車なんだけど、ストリートのワインディングの足回りの追従性、これがすごく良くて、乗り心地もいいし、なおかつストロークも少ないんだけど、ロールも少ないし硬いわけじゃない。それが素晴らしいです。トルクの出方がちょっとピーキーな回転域があるんだけど、ブーストが立ち上がっていった時のそのトルクの太さっていうのは、シフトアップした時のつながり、そこがものすごく加速につながってくるので、乗っていても非常に乗りやすい。この車はね、某ビデオでもよく乗ってる、群馬の方の峠でよく乗ってる車なので、安心です。峠には大きいですが、この車がね、安
チラグも効いてていい感じにレスポンスが良くて速いんですが、なんせ600馬力もあるから踏めない。Vオクトスピード。危ないって言ったのに。もうホイールスピンしてますからね。危ないですよ、危ない。めちゃやばいよこれ。ねえ、トルクすげえ、トルク。トルク半端じゃねえよこれ。これは危ない。ジャジャン馬なんてもんじゃないよこれ。危なくて乗ってらんねえこれ。ねえ、いや本当にまっすぐ走んねえし。やばいよこれ。それはあの褒めていただいていることで無理。ゼニタニ RB26 シルビエンジンスワップを得意としていたゼニタニが最高のパッケージングとして見せてくれた。この車実は大阪から自走で矢田部入り、耐久性も証明済みだ。かつて体験したことのない猛烈な加速が台を襲う。まだ出るのにアクセルを戻した。そのガイが漏らした一言がこのマシンの凄さを物語る。335ぐらいで初っ端からこんなに出ちゃっていいのかとスタッフもびっくり。次は0300に挑戦しかない。わずか 700m 足らずで300キロに到達するデイルサイド GTR。 ロングレシオなファイナルでトップスピードは未知数。
タワーは申し分ない。しかし四輪駆動が逆に路面のうねりを拾ってまっすぐ走らない。でもすごいスピードは出ていそう。ちょっとハンドル取られすぎて全開できないな。できない。もうちょっといっぱいいっぱいだね。いっぱい350をちょっと踏めない。追いかけるは英国式オフィシャルカー。Do you think this is a bloody playground? What? 結果、スモーキーは牢屋へぶち込まれたのでした。後日、イギリスの新聞各社はこの大胆不敵な犯行を一斉に報道。この前代未聞の最高速アタックはイギリスのオプション的存在マックスパワーでも大々的に披露された。しかしこの暴走チンチクリン、写真で見るとめっちゃ悪そう。京都で選んだ円形のマグタンホイールは1セット120万円。トラストパーツで鍛え上げられた4リッターエンジンは RX1200 タービンと組み合わせてブースト2キロで1100馬力弱、トルク125キロを発生。ミッションの6速をハイギアード化することで8000回転で400キロ仕様に。アクセルを踏み抜いているにもかかわらず、タコメーターは7500回転以上回らない。8000回って400キロ。スモーキーはもどかしく思っていた。空気の壁やっぱ感じます。すっごい重いね。あ、重い。怖い、怖い、やっぱり怖い。 V オクトスピード。今日は天気もいいしね。まさにね、俺の日だ。おい、ちょっとどけよ、ほんとによ。 D1 ばっかりやってんじゃねえよ、ビデオオプションよ、ほんとによ。なあ、んな俺ドリフト嫌いなんだよ、ほんとに。お前らもスタッフはもうあっち行かせてごめん、この野郎。俺はな、ドリフト大嫌いなんだよ。で、特になドリフトでもな、一番嫌いなのがな、ドリキン、オリド、谷口。だからドリキン呼んでこいよ、お前よ。おい、ドリキン呼んでこいよ、お前。なんだお前。嫌いか、ね、文句言ってましたよ、オリノカが。オリノカ、みんなでね、俺はね、寿司屋さんのね、あの審査、あれ最高っすよね。帰れ。ちょっと最速タイムを出したからって調子に乗るこのバカ。もう、あれ、親父いるよ。本当に嫌なやつだね、こいつ。今日はどうだったんですか？58秒。じゃあ、僕57秒5で、今日のもうベストラップですか？あ、そうですか。はい。ミーは完璧なんだけど、まあ、この状況の中でね、完璧な走りをしてると思うんだけど、涼しくなってきたよね。あ、涼しく。ドーってめえ、この野郎。おい、お前どういうことだよ、これよ、本当に。こんな壊しちゃって、お前、これ、ほら。ディナーよ、これ。お前壊しちゃダメじゃねえかよ、お前よ、お前。壊すんだったら純の車壊せ、純の車。ドライバーさん、大丈夫ですか、うん、おい、お前見てみろよ、これ、お前な、お前こんなことやるから、お前こんなことになるんだよ、お前、まあ、1億円するんだと、1億円の車、お前こんなことしちゃって、お前な、これお前なんだお前な、これスーパーラップなんだよ、お前 D1 やろうが来るなっつうの、お前な、なワーマンって言ったらお前ハイパーワン車だろ、お前な。
こんなお前お買い物スーパーじゃねえかよお前。おばちゃんに乗っけろおばちゃんによ。こうしてザクを見かけたらつい話しかけちゃうタイプのラーマン。いいからちょっと出しろい。遅すぎんだよこの車。おばちゃんの車だろこれ。ビデオオプションお前よ、こんなとこお前やべじゃねえよ。ほんだふざけんなよ。おいおい、これ見てみろよ。これなんだよこんなドシンクのさ勝手なとこがよ。本当にそんなとこがよ。本当によダッセーな。これこれなんだこれ、なんだこれ、やべ止まる脱げよお前、お前お前は汚ねえよケツがお前。おい、はい、脱げよお前。お前と誰だと思ってんだ俺。 お前脱げよお前よ。これよ本当になんだよこれ、どうなってんだよこれよ本当にな。おいおい、なんとかしろよお前。これよお前危ねえだろこれ大体よ。早くしろよお前、やばいだろお前大体よ。これはビデオアクションお前何やってんだ。おい危ねえよ、危ねえよ。おいおいおい危ねえよ。おいふざけんなお前。おい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 危ねえよ。ふざけんなお前。おいふざけんなお前。おいビデオアクション、何すんだよ俺らの。何すんだよ。おいふざけんな、あんた熱いよ、やばい、あんた熱い、あんた熱い、あんた熱い、ふざけんな熱いよ、熱い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 。セミバケットシート、なんだよそれ。リグライニングもするよ。そんなこと聞いてんじゃねえよお前。危ねえよ。大丈夫大丈夫、ダケじゃねえかよ。斜めにしたから。危ねえ、斜めにしたよ。ダメだよ、落ちるって。やばい、本当にやめろよ。あ、危ねえ。あ、すごいねやっぱね、セミバケットは。おお、すごいすごいすごい、あすごいすごい、あーダメだよ。なんだこれ、おい辛いよこれ、おい今度なんだよこれ、すごいな、うるさいって。俺はそこに行きたくねえんだよ。おい何度だよこれ。おいもっともっと、おいもっと行ったら、おいふざけんな、おいダメだよ、おいもっともっと、危ねえ、危ねえ、すごいすごい、危ねえよ、ほぼ垂直だよ、ほぼまだ、あくっせー、いてー撃てよ、くせーよ。これ本当のクソじゃねえかよ、ふざけんなお前よ。二度と来んなよお前らよ、絶対来るんじゃねえぞお前よ、来るなよお前らよ。矢田部の後遺症は深かった。